はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールドライブ配信始めていきましょう。国際プロレスですね、のシリーズです。ツイッチで配信を行っています。ツイッチ、ライブウォッチ、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチ、ライブウォッチ、アカウント、マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。エアカイブは翌々日21時に YouTube で、公開する予定です。チャット欄に、YouTube のチャンネルですね、 URL 記載してますので、ぜひアクセスして、チャンネル登録をお願いいたします。プリーズ YouTube チャンネルサブスクライブドアンドグッドボタン、ツイッターもやっております。こちらも、チャット欄にアドレス記載します。アクセスをまだの方フォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズということで、国際プロレスNo.1980年10月、ダイナマイトシリーズですね。まずはこの、寺西勇対 GUSSR、 チャーリー・フルトン、こちらをやっていきたいと思います。このシリーズを後半戦、終盤戦に、差し掛かってきました。果たしてどのような展開になるんでしょうか。チャーリー・フルトン、30分ですね、一本勝負となります。寺西勇対チャーリー・フルトン GUSSR をシングルマッチです。カバーに行くわ。神奈川市宇多津山相撲場ですね。神奈川市街の山の上にあります。
公園になっております。兼六園を見ることもできます。おそらくこれ屋外会場だと思われますね。簡単な屋根ぐらいはついてったんじゃないかな。どうだ？ただですね、押します。カバーに行く。あとはお三角締め。ブレーンバスター、持ってきました。三角締め、ショルダーバスターですね。パンチ、トープキック、荒っぽい試合見せます。 GUSSR チャーリーフルト、ブレーンバスター決まった。2位からカバーに行きます。カウントワン、荒っぽいレスリングを見せます。 GUSSR サイドバスター、バックドロップ。さあ両方とも疲れてきました。お、カタカタ目ですね。パンチを打ちます。倒して、おっと逆に固められた。カウント210分を経過しております。こちら30分一本勝負です。2を打つ、そしてエルボーです。おっと三角締め、どうだ、まだ耐えます。 GUSSR チャーリー・フルトン、おっと決めてかけますね。両者ちょっと疲れが溜まっているのでスパートに行けません。そして場外でジャンピングパイルドライバー持ってきました。GUSSR 本当はマスクマンでスタート、ここで丸め込んだ。 2.9 サイドバスター、カバーに行きます。 2.9 さあコーナーに上げて、どうだ、返される、両者ダウン。さあサイドクラッチ 2.9、そして2を叩き込む。さ
さあバックの取り合い、固めた、丸め込んだ、スリーカウント、寺石が自由 USSR を破りました。スクールボーイですね。さあ次がタクマッチです。日本勢アシュラハラ、マッハハヤト、外人勢ビルドロモ、ランディ・ローズとなっております。これも30分一本勝負ですね。では行きましょう。アシュラハラ、マッハハヤト組対ビル・ドロモ、ランディ・ローズの30分一本勝負です。シーツではこちら11分45秒体固めで、ランディ・ローズがマッハ・ハヤトからピンホール勝ちを奪っております。そしてを入れます。ラリアット、串刺し式ラリアットですね。椅子を持ち出すぞ。乱入者かな。おっと、マッハ・ハヤト攻撃、さあこれ場外戦が長引いております。権利があるのは
今払いタッチしました。ハラとローズ、ドーモイタッチ、ハラとドロモがぶつかります。対抗時間は長いブレンバスター、おコーナーに打ちつける。ヘッドバット、釣り天井です。ロメロスペシャル、メキシカンストレッチの技、ラリアットカバーに行きます。カウント2、辛くもマッハハヤト返しました。おっとアームロックだ、だが権利がない、権利は腹にあります。パンチ、ラリアット2使います。そしてロープに打って一番ラリアット、辛くもカットです。マッハハヤトイタッチ、すでに12分を過ぎております。再びロメロスペシャル、釣り天井、これ腹が出てカットを防ぐブレーンバスターです。ハーフボストンですね。これはドロモアカット、サイドスープレックス、ランディーローズ、ドロモにタッチ、マッハも腹にタッチです。ボストンクラブ、さあちょっとこれはカットに行きます。叩き込んでタックルです。そして走り込んでぶつかります。相打ち、ダブルアームスープレックス、ビルドロモ、うまくグロー、さあこれはこれ権利ありません。権利があるのは腹、そして走ってヒットマンラリアットだが、これは相手コーナーに近い。再び走って自分で走り込んでお返しをラリアット、ビルドロモ、さあランディーローズにタッチ、ハラもマッハにタッチ、さあマッハ フライングクロスチョップ、数落としからこれ変形のストレッチ技だ、耐えます。さあ今度はラリアット、ハラにタッチ、さあ同時目スリーパーだがこれは権利がありません。ローズもドーモにタッチ、おっと合体技、タックルは決まらない。そしてリバースへ返す、エルボーです。オクラホアスタンピード、そしてヒットマンラリアットカバーに行きます。辛くもカット、バックドープビルドロモ、
どうも投げ捨てます。再びボディスラム、打撃攻撃。さあここはマッハ隼人にタッチ、投げてショルダースルー。20分をもう経過してます。長時間の試合になっております。おっと、これは同締めスリーパー決まった。マッハ隼人、ビルドーモかギブアップ勝ちを奪いました。さあ次は鶴見五郎とビッグジョンクイーン、異色のシングルマッチです。これ楽しみですね。どうなりますか。ビッグジョンクイーンは結構早めに、こちら30分一本勝負となります。では行きましょう。鶴見五郎対ビッグジョンクイーンのシングルマッチです。さあ4分を経過しました。巨漢ビッグジョンクイーン、巨漢ながら中赤テクニシャンです。鶴見五郎との戦い、鶴見五郎レスリング得意してますからね。ヘッドバット、カバーに行きますが、これ足踏みホールか。カウント2、全盛期を過ぎているとはいえこの巨体は脅威。ビッグジョンクイーン、
持ってきました。さあ、アウリカです。投げます、バックドロップ、強烈です。 2.9、噛みつき、さあ場外、すでにクイーンから出血してますね、額から。バックドロップ、さあもうフロア上おびただしい血が流れております。おっと、アルゼンチンパワーサポー。さあこのあとですね、大木金太郎、あっと決まってし決まった、あっさり決まりました。このあと大木金太郎とアレックス・スミノフのカナミデスマッチが行われます。そうはい、ツーミゴローが10分もかからずに顔面砕きファルコンアローでビッグジョンクイーンを仕留めました。シーツではクイーンの勝利だったんですが、反対の結果に終わりましたね。さあ、カナミデスマッチですね、ノーフォールルールで行われます。大木金太郎、そして対するはアレックス・スミルノフです。制限ロープオフ、さあ、金網デスマッチ、時間無制限一本勝負、大木金太郎とアレックス・スミノフの金網デスマッチ、シングルマッチです。シーツでは10分29秒、スミノフの反則負けとなっております。特別レフリー、なぜかアントニオ猪木。さあヘッドロック、リング上は凶器が6本置かれております。この凶器を有効に活用して勝つのは大木かスミルノフか。まずはちょっとレスリング対決でしょうかね。比較的クリーンな試合が繰り広げられております。
お、マンハッタンドープ。2位でキャメルクラッチです。ヘッドバット、おっと、ここでバットを取り出した。有刺鉄線バットです。お、花見デスマッチ。ヘッドバット、そして関節技で攻めます。この関節が怖い。さあ、また有刺鉄線バットは、これは空振りです。バックからヘッドバット、マックブリーカーかな、背中を打ちつけます。だんだんとあの両者の動きが荒っぽくなってきました。3連続の頭突きです。マンハッタンドープ、パンチの連続スミルオフ、ラッシュを仕掛けていきます。ジャンピングパイルドライバー、あっと、急所、いや、胃袋のあたりを思い切りパンチですね。さあ、ここで関節技、ヘッドバット、マンハッタンドープから黒攻撃。さあ、これ反則ありません、チョークでもありません、耐えなければいけません。逆にヘッドバット攻撃、大きい、得意の頭で攻撃を仕掛けます。気がつけば10分を過ぎております。お、殴り込む、コーナーに打ちつけてパンチ攻撃、コーナーポストに上がって2位、ダイビング2位です。さあ、ドープキック、大きは比較的クリーンな戦いですね。おっと、まんじ固めだ。さあ、猪木の目の前でまんじ、ヒットバット、この得意の石頭で勝負します。大木銀太郎、そしてドロップキック、またヘッドバット、おっと、金網にぶつけまして、そしてヘッドバット連打。さあ、もうこれかなり頭を打ちつけてますからね。おっと、なかなか、連続で食らってます、スミノフ。おっと、関節攻撃。どうだ？大きい。耐えます。ヘッドバット。両者疲れております。ヘッドバット。両者ダウン。
さあ今度はトーカチを持ち出して絵の部分でつきます。さあこれはチョーク攻撃ですが反則では取られません。おっとヘッドバット 連打。マハタンドロップ、ヘッドバット、ドープキック、再度ヘッドバット連打です。まさに死闘。あっとついにスピンオフから出血です。さあやめません、こう大きい攻撃を。ヘッドバット、ヘッドバット連打。ドブキックは不発、パンチを打つスピンオフ。おっと蛍光灯を取り出した。あ蛍光灯炸裂します。あストマックにパンチ、マンハッタンドープ。まもなく20分、意外な長時間になりました。おパンチ、あっとここで万字固め決まりました。大きいアレックス・スミノフを万字固めで破りました。試合評価も 100% となっております。さあ、変わって10月6日、彦根市民体育館体育センター、滋賀県ですね。再び近畿地方に戻ってきました。第一試合はマッハ隼人と菅原信義、後のアポロ菅原です。シーツではアポロマッハ隼人が勝利しております。間違えた、通常行為、通常試合だ。15分一本勝負ですね。では行きましょう。マッハ隼人対菅原信義、後のアポロ菅原のシングルマッチです。バックドロップ、
から比べ、カバーに行きますが、跳ねのけます。お、さあ、スリーパー、同締めスリーパー、サイド同締めスリーパーです。チンロック、ボストンクラブに入ります。スリーパー攻撃、上がらない、リバースへ返す、たまず菅原場外へ、すぐ戻ってきます。マッハも深追いしません。ドープキック、押し出し式、固めますがドープエイク、マネー込みます。カウント1、スリーパーです。ダブルアーム上がらない、リバースへ返す、そしてコーナーポストから飛び込むは、これは見抜いていた菅原、ブレンバスター、そしてダブルアームスープレックス、今度は決まった、そしてチンロックへ行こう、あっと、ヒゲストレッチ。サイドバスター。技を掛け合いです。ボストンクラブ。マスター場外へ、マッハ隼人戻ってきます。そしてエルボー、そしてまたボストンクラブ、ロープに振って、おっとメキシカンサッポー、カウント1、バックリップ。さあ、少し疲れが見え出したか、マッハ隼人。パンチを打つ。カバーに行きます。カウント2、バックリーカー、パンチ、そして同締めスリーパー、さあどうだ、菅原逃れました。さあ、お互い回復を試みます。
ネクブリかどうか。さあ、あっという間の15分でした。時間切れ引き分けとなりました。さあ、次は独立鶴見大山の独立グレン隊が登場。ビルドロモ、ノベルオースティンとぶつかります。30分一本勝負ですね、こちらの試合は。はい、では行きましょう。鶴見五郎大山活動の独立グレン隊、そしてビルドロモのノベルオースティンのタッグマッチです。先発は鶴見とドロモ。パンチ。大山にタッチ。卑怯な目を見せていますノベルオースティン。鶴見と今ぶつかっております。クブリカドープ、急所攻撃だ。エルボーですが、ドロモにタッチ。さあ、鶴見がちょっと捕まっているが、ここは急所攻撃の開始だ。パンチ。画面かきむしり。サイド バスター。大山にタッチです。場内戻ってきました。ハーフボストンです。
慎重ですね、オースティン。カバーに行きます。パート1、パンチを打つドロモ、カバーに行きますが、これ鶴見がカット。今度は逆に大山がボストンクラブ、ドロモンをオースティンにタッチ。パンチを打つ。そこを待ってましたとばかりに、ボストンクラブ。軽快な動き、オースティン。ドープキック。そして、ジャンピングにいいですね、オースティン。これは気をつかれたか、大山。ツーミータッチ。カバーに行きます。ハーフボストンです。ブレーンバスターさん場外戦になって、ここでツーミがドーモに噛みつき、ドーモたまず椅子を持ち出す。さあツーミか大山にタッチ、おブルドッキングヘッドロック。さあドロモにタッチです。ドロモと大山、ショルダースルー。そしてハーフボストン。お、出ていきませんね、オースティン。まあ、ドロモに余裕があるのか。再び、これは出て、あっと、下がってしまった。おっと、ツームストンパイルダイバー。カバーに行きますが、これは、ついに。タッチしてカット。カバーに行きます。カウント2、独立グレン隊の連携攻撃、足踏みホール、カウント2。さあ痛めつけます。ビルドーモに標的を絞ったか、カウント2。どうしたんでしょうか、オースティン帰ってしまいますね。カットに行こうとしたと思ったら、チンロック。さあ、ツーミ、おっと、今度は大山が帰ってしまう。両者、うまくタックプレイ決まりません。ヘッドバット。に落とすが、大山にタッチ。
この試合30分一本勝負です。カバーに行きます。隅タッチ、急所攻撃から、あー無理か。さあどうだ、決まったか。耐えます。オースチン、さあ、おっと、空中同時目落としですが 2.9 なんとか返した。オースチン、ドロモイタッチ、投げっぱなし、パワーボール、でコーナーポストに詰めて、だがこれは防御された。飛び込む、ダイビングショルダーですね。そしてバックドロップ、 頭が突き刺さる。大山にタッチ、ブレーンバスター、さすかさずツーミが、大山リングライン残って、オースティンサイド、おっと投げっぱなし、ジャーマンだ。さあ場外ではカウントが数えられています。持ってきました、ドローも。オースティンタッチ、おっと、ロープ越しのブレンバスター、今ちょっと危なかった。そしてダイアット、さあ26分あと4分です。スミタッチ、おー、デスバレーボム、トップキック、レッグロック、さあどうだ、決まった。なんか一回戻ってしまいましたからね、ドロモが。スミがオースチンをレッグロックでギブアップ、エルボーレッグロックでギブアップを奪って、独立グレン隊が勝ちました。さあ続いては、この会場最後はアニマル浜口ランディーローズのシングルマッチです。30分一本勝負ですね。では行きましょう、アニマル浜口対ランディーローズのシングルマッチです。ボストンクラブ、チンロック、チンクラッシャーですね。
て、バックドープ、ロープに振ってショルダースルー、エルボーです。パンチを打つ、荒っぽいレスリング。さあそこから STF です。パンチ、ランディローズ、カバーに行きます。カウント1、ブルドッキングヒットロック、カバーに行きます。カウント2、サイドスープレックス、バックドープ、浜口に対して押しております。そしてロープからパワースラムですかね、ギロチン技を多彩さ、ランディローズバックフリップ、とにかく技へ入るスピードが速いですね、ランディローズは。無駄動きがない。バックドープ、突き刺さります。今の浜口、バックリープ。カバーに行きます。カウント2。おっと。ネックブリカードロップ。ジャンピングネックブリカードロップ。決まった。ブロッキングヘッドロック。猛攻。アニマル浜口。コーナーポストからダイビングに、ダイビング。2位ですね。今度はバックリップ、カバーに行きます。カウント2、カウント15分を経過しております。バックフリップ、
サイドスープレックス。そしてあっとジャンピングネックウィーカーローブカバーに行きます。さあこれで決まるか。カウント2。ランディローズ粘ります。起きてアブリーのオクラホマスタンピード。そして投げます。さあ両者ダウン。決着はどちらがつくのか。ジャンピングパイルダイバー、バックドープ。エルボさあもう20分を経過しております。場外戦へ。今日本日は比較的長い試合が多いです。持ってきました。ヘッドバット、ボディスラムから飛び込んでジャンピングネックブリカード決まった。カバーに行きます。さあこれは決まったかを 2.9 で返すランディローズ。バックドープ、そして巻き込む。場外へ。おーすごいな。カウント2返します。熱戦になりました。さあ間もなく25分。おそして逆に投げてジャンピングネックブリーカードをカバーに行きます。カウント2、エルボー、サイドバスター。耐久合戦です。ローリングエルボー。さあ飛ぶか、飛ばない。
持ってきました。さあ残り2分、再び場外戦。さあ場外戦持ってきました。さあ残り30秒です。さあ時間切れ、30分戦い抜きました。シングルマッチではなかなか珍しいんじゃないかな。決着つきませんでした。さあ、次の試合いきましょう。10月8日ですね、愛知県豊田市体育館大会、こちら結構、客入ってました。動画も見ましたが、かなり入りは良かったですね。木村と井上が組みます。この試合なんですが、木村がですねクイーンにパイルドライバー、対戦入ったとこをバスがクイーンの背中を押して、クイーンが倒れてエビに木村を固めて3カウントという逆転の試合でした。これで3カウントを取ったのはクイーンですが、ロンバスが仕掛けたということで、木村とロンバスの意向は深まりまして、11-1の、タイトルマッチへとつながっていくわけです。さあこちらシーツの戦いでしたが、ゲーム内ではどうなりますでしょうか。クジョンクイーン、60分一本勝負ですね、こちらは。いきましょう。ラッシャー木村マイティ井上対ロンバスジョンクイーンのノンタイトルマッチ、タッグマッチです。
て。おっと、サイドバスター、後ろからキック、そしてスピングトーホールド、ジャンピングパイルドライバーです。木村とロンバス、権利があるのはジャンピングファイルドライバー、バックエルボーです。バッサーですね。サックブロー、さあ再びスピングトーホールド、クイーンをコーナーに打ちつける、井上をオクラホアスタンピート、まもなく20分、サイドバスターかな、痛めつける。さあ井上が攻められている、シーツでもあの井上が相当攻められて虫の息でしたね。今なんか大丈夫か、おっと場がちょっと井上戻ってこれない、そのまま場外に井上置いたまま戻ってこれませんでした。実質上 KO ですね。リングアウトで外人勢が勝利を奪いました。さあ最後の試合ですね、本日金網デスマッチとなります。時間無制限の一本勝負です。手足サム対ドンバスの一戦です。さあ再び、金網デスマッチが行われます。寺石
イサム対ドンバスシングルの金網デスマッチです。さあ、北十字。エルボーです。ストアックブローから、リックロック。北十字。さあバットを持ち出したドンバス、だがなかなか振り下ろすタイミングがない、動きが早い、手足勇む。今度はキャメルクラッチを食らします。素早い動きの手足勇むですね。倒しテイクダウン、そして足4の字です。しまして、ボストンクラブ、そしてボストンクラブロープに振って巻き投げです。一戦エルボーレックロック、数落とし、チンロックに移行です。投げます。ブレーンバスター、そしてチンロック、ね、に落とす。ラリアット。おっと、エルボー。数落とし。手足ペースで進んでいるように見えますが、サイドバスター。ドーバスも頑張ります。いいか、おっと急所攻撃だ。そしてうん、2位に食らわしたか。数落とし、そして三角締め。10分をすでに経過しております。ヘッドバットからこれはチョークですね。チョークスリーパー。そしてパイルドライバー。マネコーがこれはスリーカウント許さ、ノーホールルールです。ジャーマン。
さあ、そしてキャメルクラッチに移行です。素早い動きの寺石サム、今度はドンバスパイルドライバー、キジシンク、またもキャメルクラッチ、ヒットバット、サイドクラッチだが、これはフォールは3カウントありません。サイドクラッチ落として、これは頸動脈に耐えます。手足サム、おっとロープに顔をこすりつける、そしておっとワンハンドバックリブリーカーですね。ジャーマン、さあ今度はドンバスがパイルドライバー、後ろから攻撃して投げてラリアットでしょうか、アトミックドープ連続して技を打っていきます。ドンバス、ドンバスも軽快な動き、さあ両者ダウン、時間無制限の一本勝負です。ん、ようやく立ち上がったテライシーです。サイドバスター、そしてカタメルがフォール勝ちありません。キチンシンクは不発、そしてパイルドライバーですね。ドンバスだから追撃いけない、バックを取り合いだ、ラリアット、さあ蛍光灯なんか捨てた、2を叩き込み、これ肩固めです。決まりました、寺西がドンバスを破りました。カナビデスマッチは寺西の勝利です。さあこれで 100% ですね。永田ロック3、はい、でください。あと9日と11日ですね。9日 長野県諏訪湖スポーツセンター大会、それから11日ですね、埼玉県越谷市体育館大会で終わりです。越谷大会ではですね、 IWA 世界ヘビー級選手権、ラッシャー木村にロンバスが、挑む試合が組まれております。いよいよ次回がダイナマイトシリーズの最終回となります。ぜひ、お楽しみを。ツイッチで配信をお届けいたしました。翌々日21時にアーカイブを YouTube で上げます。ツイッチ
ぜひアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、YouTube ぜひアーカイブ上げますので、アクセスしにしてください。チャンネルのチャンネル登録高評価もお願いします。プリーズツイ、YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Twitter もやっております。ツイッチのチャット欄にアドレス記載してますので、ぜひアクセスの上、フォローぜひお願いします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。ということで、ファイアープロレスリングワールド国際プロレス編、1980年10月ダイナマイトシリーズ7回目ですね、ライブ配信をお届けいたしました。次回の8回目はおそらく最終回になるかと思いますので、長いシリーズ、まあ豪華外国人だったんで、カードもいろんな多彩なカードを組まれましたが、いよいよ次回でこのシリーズ最終回となります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。